皆さんこんにちは、ジャパンサイファイのレッドです。ついにゴジラマイナスワンに登場する、通称マイナスゴジラの全身ビジュアルが解禁されましたね。そこで、今回は全身ビジュアルや予告編から、マイナスゴジラの戦闘力や戦闘スタイル、歴代ゴジラと比較しつつ、解説考察します。過去作のゴジラと比較すると、マイナスゴジラの戦い方にはある違いが見えてきました。さらに、ゴジラのお箱である、放射熱線や、知能、回復能力なども考えていきます。それでは、解説考察していきましょう。はじめに、ゴジラの大きさを確認しましょう。解禁されたゴジラの全身ビジュアルから、全長は150メートルほどである可能性が高いと言えそうです。詳しく見ていきましょう。以前の動画で、ゴジラの身長は、だいたい足の爪25個分ではないかと紹介しました。さらにこのシーンから、ゴジラの爪の大きさは、人の身長よりも少し高い2メートルぐらいだと推測できるので、ゴジラの身長は 25×2 で50メートル前後ではないかと考察しました。次に、ゴジラの全長はどれくらいなのか、ゴジラファンの皆さんなら気になる点でしょう。ちなみに私は気になりました。そこで、全身ビジュアルに描かれているゴジラの尻尾に注目すると、昆虫の節みたいな溝模様が20個ほどあることが言えます。さらに拡大すると、ゴジラの尻尾の溝一つが足の太さほどに見えます。今回はゴジラの尻尾の溝がすべて等間隔で並んでいると仮定してみましょう。ゴジラの足は4本の爪で、1つの爪は2メートルほどの大きさ。ゴジラの足で細くなっている箇所は爪3個分ほどで、その箇所と溝1つが同じくらいに見えるため、1つの節の長さは 2×3 で6メートルだと推測できます。そのため、尻尾の長さは 6×20 で約120メートルだと考えられます。足と尻尾はダブっていて、さらにゴジラの足の長さは尻尾の節4つ分ぐらいに見えるので、ゴジラの全長は50+120-6×4で146メートル、つまり全長は約150メートルほどだと推測できるわけですね。それでは歴代ゴジラと比較していきましょう。3代目ゴジラは身長80メートル、全長約190メートル、尻尾の長さは108メートル。4代目ゴジラは身長100メートル、全長220メートル、尻尾の長さは140メートルでした。身長と尻尾の長さの比率は5対7ですね。ミレゴジは全高55メートル、全長 122.5 メートル、直立時105メートル。GMK ゴジラは全高60メートル、全長85メートルでした。GMK ゴジラは尻尾が短いことがわかりますね。レジェゴジは身長 108.2 メートルで、尻尾の長さ 167.74 メートル、成長後は身長 119.8 メートル、尻尾の長さは 177.4 メートル、へと長くなりました。身長と尻尾の長さの比率は5対7に近く、3代目や4代目ゴジラと似ていることが言えます。最後に、シンゴジは第2形態が身長28メートル、全長122メートル、第3形態は身長57メートル、全長 168.25 メートル、第4形態は身長 118.5 メートル、全長333メートルでした。第4形態の身長と尻尾の長さの比率は1対3に近いので、過去作と比較するとかなり尻尾が長いですね。今回のマイナスゴジラを見ると、身長と尻尾の比率は1対 2.4 だと考えられるので、シンゴジと同じく尻尾が長いと言えそうです。尻尾が長いという特徴は、そのままゴジラの脅威に直結しそうですね。また、マイナスゴジラの身長である50メートルは、ゴジラマイナスワンの舞台である1947年から1952年の日本では、かなり巨大に見えるはずです。PV2 でも、ひときわ巨大な銀座の時計塔の高さが40メートルほどですからね。ゴジラマイナスワンの時代には、高層ビルがなく、バラック含めて小さい建物がたくさん建っている銀座が登場するので、ゴジラの大きさ自体が脅威であると言えそうです。次は、ゴジラの格闘スタイルを考えていきましょう。過去作よりも、マイナスゴジラが、尻尾や背びれを使って攻撃する場面が多く描かれる可能性が見えてきました。格闘スタイルには手や足といった身体的特徴が大きく関わってくるので、今回はゴジラの身体的特徴を切り口とします。一つ目の部位はゴジラの足。かなりどっしりしているゴジラの足ですが、PV や新規に公開された画像からゴジラは走ったりしている様子が見られないですよね。
また尻尾は地面から離れていて、足だけで自身の体重を支えているので、重心を保ちつつ、全体重を支えるために、ゴジラの足は大きい可能性が高そうです。なので、ゴジラが足を使った攻撃をする描写は、あまり描かれないかもしれないですね。二つ目の部位は、足と比べてかなり小さめの、ゴジラの手。PV や新規画像から、ゴジラは手で物を掴んでいる様子が見られないので、手で格闘戦を仕掛ける可能性は低そうです。さらに新規画像を見ると、ゴジラが歩くときは腕を曲げて歩いている様子なので、この手はバランスを保つことが主目的なのかもしれません。三つ目の部位は、歴代ゴジラと比べて長めな尻尾、身長と比べて尻尾は2倍以上長く、全身ビジュアルから周りのものをなぎ払っている様子が見られますよね。さらに PV でも尻尾を使って建物を破壊しているので、このマイナスゴジラは尻尾を使うことが得意であると言えそうです。四つ目の部位は鋭利で薄い背びれ。この画像を拡大すると何層にも重なっているように見えるので、かなりの強度がありそうです。また背びれの先端は様々な方向に向いているので、攻撃に使えそうです。PV2 では艦艇の下を泳ぐゴジラが描かれているので、背びれを使って艦艇を攻撃するシーンが描かれるかもしれません。劇中ではゴジラの尻尾や背びれに注目したいですね。続いてはゴジラのお箱である放射熱線を考えていきましょう。マイナスゴジラの放射熱線は核爆弾と同等以上の威力がある可能性が見えてきました。 PV2 で描かれているように、今回のマイナスゴジラの放射熱線は旧日本軍の艦艇を一撃で破壊できる能力があります。3代目ゴジラや4代目ゴジラも自衛隊の艦艇を一撃で破壊していたので、歴代ゴジラと遜色ない威力だと言えそうです。もしかしたら4代目ゴジラと同じくマイナスゴジラの青色の放射熱線は50万度かもしれません。そして旧日本軍の艦艇を破壊する放射熱線を撃つシーンをコマ送りで見ると、巨大なキノコ雲のような炎が出ていることがわかります。GMK ゴジラのようにマイナスゴジラの放射熱線はキノコ雲を発生させるかもしれません。さらにこの銀座でのシーンに注目、明らかに不思議な点が一つあります。このシーンでは人々は当然としていて、ゴジラから逃げている様子には見えません。普通ゴジラがいたら PV のように一目散に逃げる描写が描かれそうです。しかしこのシーンを見ると、主人公を含め人々は呆然と立ち尽くしています。これはなぜでしょうか。もしかしたらゴジラが地中から瞬間的に出現したので、人々は呆然としてしまい、その後にゴジラが放射熱線を出したと考えられるかもしれません。もしこの攻撃が放射熱線ならば、核攻撃のようにキノコ雲を発生させ、 PV2 での主人公の周りに降っている黒い雨につながっていると推測できそうです。この銀座でのシーンはゴジラの放射熱線が広島や長崎での原爆と威力が同じくらいであるということを伝えたいのかもしれませんね。銀座の時計台が広島の原爆ドームと重なって見えるのは言い過ぎでしょうか。余談ですが、平成ゴジラを代表する技の一つに体内放射があるので、もしゴジラマイナスワンでマイナスゴジラが体内放射を使用したら、劇場で失神する自信があります。次はゴジラの知能を考えていきましょう。マイナスゴジラには知能があり、人類を憎んでいる可能性が見えてきました。まずは全身ビジュアルに注目すると、ゴジラは尻尾を使い、あたり一面を破壊している様子が描かれています。破壊自体が目的なのでしょうか。また新規画像ではヒロインが乗っていたであろう電車を加えて破壊しているシーンが公開されました。わざわざ電車を加えて破壊するのは面倒で、普通ゴジラは足や手、尻尾を使って電車を破壊した方が楽なはずです。ゴジラの瞳に注目すると、電車へ焦点が合っていないように見えるので、別のものを見ているのかもしれません。マイナスゴジラは破壊ではなく、別の目的で動いていると推測できそうです。また、この目を見ると、ビオゴジのように、瞳は白目が隠れ、猛禽類を思わせる黒目がちのものになっていて、生物的なイメージが強調されていることが言えそうです。さらに、このシーンでは、ゴジラは足で人々を踏みつぶしています。過去作で、このような描写はあまり見られず、悪意を持って、人々を踏みつぶしている様子にも見えますね。そして、このシーンでは、旧日本軍の艦艇の環境を破壊しているので、
相手の弱点を分析できるという高い知能があると言えるかもしれません。また新規公開された画像を見ると、顔や胸に大きな傷があり、PV2 から過去に受けた傷である可能性が高いです。過去に受けた傷の原因として、プレ PV2 のマッカーサーからの手紙やゴジラの動きからおそらくクロスロード作戦か移動中に受けた攻撃で傷を負っていると推測できます。そして胸の傷といえばアブソリュートゼロで胸に傷を負った SOS ゴジに似ています。SOS ゴジは生物の本心のようなものから気流を探していました。今回のマイナスゴジラも攻撃を受けたので人類を憎み生存本能から人類を倒すのが目的だった。というのは言い過ぎでしょうか。ゴジラマイナスワンではゴジラに対して人類が先制攻撃報復のために日本上陸して破壊の限りを尽くすストーリーが描かれるのかもしれません。そしてマイナスゴジラの生存本能や高い知能から人類を倒すために今まで以上に残虐な描写がされそうです。続いてはゴジラの持久力を見ていきましょう。歴代ゴジラと同じくマイナスゴジラは持久力が高い可能性がありそうです。まずプレ PV2 からマイナスゴジラはビキニ環礁から来ていると推測できます。また日本の銀座とビキニ環礁までの距離は 3700km 以上あります。めちゃくちゃ遠いですね。プレ PV2 では海面上に背びれを出して日本へ接近しているので 3700km 以上を海を泳いで移動したと言えそうです。また寄り道をしつつ移動しているので、実際は 3700km よりも長い距離を移動しているかもしれません。そしてプレ PV2 ではマイナスゴジラが米軍の軍艦や潜水艦を破壊している可能性も描かれていました。初代ゴジラやその他ゴジラに匹敵する持久力がマイナスゴジラにあると言えそうです。ただしマイナスゴジラは 3700km 以上の移動に加えて体中に傷があるので体力回復のために姿を消す描写が描かれるかもしれませんね。最後はゴジラの回復能力を見ていきましょう。歴代ゴジラと比べると回復能力は低いことが分かりました。まずは新規公開された画像を見るとゴジラの顔や胸に傷が見えます。 PV2 のこのシーンから日本上陸前から傷を受けているようです。プレ PV2 のマッカーサーからの手紙やゴジラの動きからおそらくクロスロード作戦か移動中に受けた攻撃で傷を負っていると推測できます。歴代のゴジラの回復能力には猛烈な細胞再生能力を持っているゴジラ細胞が大きく関わっています。例えばミレゴジではオルガナイザー G1 で傷を瞬時に治癒していました。ただ今回のマイナスゴジラは傷を瞬時に治癒できていないので歴代よりも回復能力が劣っている模様です。今回のマイナスゴジラは歴代ゴジラのようなスーパーヤバいゴジラ細胞を持っていないのかもしれませんね。まとめると今回のマイナスゴジラは歴代ゴジラと比較すると小さめですが戦後の日本にとってかなりの脅威であることは間違いありません。そして高い知能を生かした嫉妬や背びれの攻撃が描かれ人類へ復讐していく場面が描かれるかもしれません。ただし長い距離を移動したことによる疲労や歴代ゴジラと比べると高くない回復能力がゴジラを倒すヒントになるかもしれません。以上がマイナスゴジラの戦闘力や戦闘スタイルの解説考察でした。皆さんはマイナスゴジラがどれくらい強いと思いますか？ぜひ教えてくださいね。このチャンネルではゴジラや他の SF 作品を徹底解説考察しています。よかったらチャンネル登録お願いします。それでは次の SF でお会いしましょう。